へい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  !5 月の23日火曜日15時を回ったところです。皆さんお疲れ様です。はい、それでは本日ビットコインピザデイに国防総省ペンタゴン爆発事故というニュースがソーシャルメディア上に出回り株価、為替、ビットコイン、金が動いてその後にフェイクニュースという情報が流れました。 はい、ということで皆さんその件についてちょっと話していきたいと思います本日はビットコインの、えー、チャート分析だけにしますけど、えー、コメント紹介やっていきますはいそれではビットコイン取り立て見ていきますがチャートから見ていきます、えー、2 7430ドルということで真上はレジスタンスがありますが、えー、斜めのレベルもあります、えー、昨日ですねそのニュースが流れてビットコインが買われて金が買われたと、うん、いう話で、まあ、ドル円なんかも動いたんですが えー、それがですね、この大きい、えー、上昇、陽、うん、線作ってますけど、4時間レベルで、うん、これにつながってます。これ、うん、そのニュースからね、見ていくと、えー。ということでですね、皆さん、えー、ここの、あのー、昨日言ったね、あのー、 ここ上抜けできなかった。うん。だただ、じゃあ落とすしかないよねってことで、私、えー、それプラス、まあ皆さんに宣言したんですけどね。上はない。下に落ちていくだけだと、言ったんですが、あの、まあ、なんというかですね、うん。あの、もうちょっと見ればよかったのかなってことは思うんですけど、まあそのニュースがね、爆発事故が影響して、本当に上がった。 かどうかっていうのは、うん、何とも言えないところです。ただそういうふうに、あの、見てる人たちもいるってことですね。うん。で、動画を上げた後にね、その事故があ、あの、ニュースがね、入ってきて、まあ一応こういうふうになってるってことですね。現,現状ね。だからそれが影響してるのかどうかっていうのは、まあわかりませんけど、そういうふうに見てる人たちもいるみたいです。ね。はい。ということで、皆さん、えー、昨日ですね、話したことを、ちょっと一回保留ですね。すいませんけど、いろいろ言って。<laughs> ね。 はい、だということで、えー、ビットコインはですね、うんえー、この三角の、ね、中を、まあ、上に、ね、こう抜けてきているので、うん、来ているんだったら上に行く可能性出てきているよねって話になっちゃいます。ねうん、なっちゃいますっていうか、まあ、その方がいいよねって話になりますけど、はいえー、だからこういう感じですよね、うんえー。ここがサイクルスタートだったら、ね、この可能性があります、皆さん。ね、こういってこう上に行く、うんはい。こう行くかは、まあ 一応、まあ、上、うん、レジスタンスね、ね硬いところがあって斜めのレベルもあって、うんあのまあ、抜ければ、うん、こうな,なりますよね、うん。一応こうならないってことは、うん、あの可能性としてはまだ残ってるんですけどね残ってるんですけど、まあ、どちらが強いかといえば、うん、上の方が強いんじゃないのっていうふうに、うん、見れますよね。はいということでニュースいきましょう。 はい。それではニュース行きましょう。えー、ペンタゴン近くで爆発というフェイク画像がツイッターの承認済みのアカウントに拡散され、株式市場が混乱ということですね。はい。アメリカ国防総省ペンタゴン付近で、えー、爆発事故が起きたと、えー、一部報道を受け、アメリカ株式市場で、えー、ニューヨークダウが80ポイント下落するなど、えー、市場が混乱したと、えー、後にこの報道は誤りだったことが分かりました。 うん。ということでね、えー。5月の22日、23時頃。うん。23時頃。うん、そうだね。ペンタゴン近くで爆発があったように見える偽の画像がツイッター上で複数のアカウントにより拡散された。複数のアカウントによりですよ、皆さん。ね、昨日ピザデーだったでしょピザデーはビットコインがね、上がりやすいのよ。うん、一応ね。上がりやすい。だから、上がるように誰かが仕向けたのどうなの <laughs> ね。 <laughs> うんねえー、どうかは分かりませんけどね考えすぎかなうんだよねはい、えー、一部のメディアが誤った事実として報道しましたその結果株式市場が一時下落したと、うん、いうことでこちらになりますけどはいこの、えー、ソーシャルメディアじゃなくてツイッターのアカウントはあの大量のフォロワー持ってますねうん、えー、専門家によると画像内の建物のペンタゴンにはあまり似ておらず AI によって作成 あ生成された可能性があるとのこと、えー、0時27分ペンタゴンがあるバージニア州のアーリトン郡を管轄する消防署がペンタゴンの近くで爆発があったという画像がネット上に出回っていることを確認していますペンタゴン付近では、えー、爆発や事件は起きておらず、えー、一般市民の直接的な、うん、危険や危害がないと、うん、ツイートし爆発は確認されてないとの事実を明確にした、うん <laughs> <laughs> はいえー、フェイクニュースは33.6万人のフォロワーを持ってたってね。うん、ね他にもだって複数の、うん、ツイッターあるとって書いてあったね、今ね。だからこれにもいる、ほかにもいるってことでしょう。ねはいえー、まあそういうことですね、うん AI。画像は AI 製だって書いてあるね。うん、街灯がおかしいとか書いてある。うん、はいそして <laughs> フェイクニュースの拡散によりドル円も、えー、一時5 0ンチ角下落したと、ねうん、フェイクニュースで急落ということでね皆さんはいちょっと見てみ、うん。俺もこれ見てた、うん、ドル円。ル、うん。そうそうそう落ちてで,、うん、で買い戻されたのよフェイクニュースでね、うん、はい この事件はツイッターがかつて著名人にだけ与えてた認証済みマークを一般人が買うことができるという仕組みに変更したタイミングと重なったため巨大なプラットフォームであるツイッターがいかにフェイクニュースを拡散しやすい状態にあるかという問題を浮き彫りにしたということですね、皆さん。はい。えはい、ニュースは以上です。 はい、こちらからいきましょう。えー、犬猫さんかなね。うん。へいへいへい、今日も気持ちよく、えー、拝見できました。ということで、犬猫さんありがとうございます。はい、コメントありがとう。ちょっと遅れちゃったね、読み,読み上げるのね。ごめんなさいね。はい。はいこ、続いてこちらいきましょう。えー、ゴミ袋さんいつもありがとうございます。えー、いつもありがとうございます。仮想通貨全体を見ていると、えー、下げなのかなという気がします。ということでね、これ、まあ7日前の話ですけど、ね、ちょっと、あの読み上げるの遅れてしまいましたね。はい、すいません。 はい、いつもありがとうございます。はい、続いてのコメントはですね、ゴ、え、ミ、ー、心さんね、2日前ですね、貧、え、困、ー、文書の後半が13日までに延期されましたね、リップルと SEC、えー、同時に延期を申請したらしいです。これは和解、えー、目前だということなんでしょうか、えー、略式判決になってからも和解はありえるんでしょうか、正直、リップル側からすれば、延期する必要なかったと。 思うのになぜ、うん、そうだよね確かにそう言われてみればね SEC にえ猶予を持たせるためうんえマジ謎ですね <laughs>、ま、謎ですね <laughs> うん、えー、後悔させ後悔されても黒塗り文章で何か書いてる何が書いてあるか分からん状態で公開されそうな気もするんですよね安心はできないですうん確かにそうだ うん。そうそう。13日、うん、まで延期されましたね。うん、確かに。俺、6日って言っちゃったもんね。うん。最初6日だったけど延期されたんだよね。はい。うん。例えば、あの、完全な憶測になるんだけどね。うん。ここに個も書いてあるね。若いえ目前だということなんでしょうか。うん。あの、その可能性はあるんじゃないのかなって思うよね。 うん、なぜかというと、ね、その、ヒーマムの文書が公開されることについては、まあ、あの、上手くないわけで、あの、SEC は、<laughs> ね、うん、で、まあ、他にも上手くないって思ってる人たちがいるかもしれないよね。うん、例えば仮想通が関係者の中にさ、ね、例えばそれが、あの、えー、リップルの代表のね、ね、うん、友人、 の可能性だって知り合いの可能性とかねつけあいとこるの可能性とかっていうのもまああるかもしれないしね。であの結局リップルはあのっていう会社全体で考えた場合にあの今後リップルが成長するにあたってあの SC っていうところがもう仕方できないあのうんまあ分野っていうか場所なわけでそこの人たちと人間関係がうまくあのうまくなくなるっていうのはまああまり。 よよよろしくなないですすねねってなりますよ、ねうん、だから、リップル全体の未来のことを考えれば、うん、SEC を、まあ、敵きますか、SEC の内部のその人、うん、だよね。人間関係のことなんだけど、ね。うん、そういうのはまあ、あのー、影響している可能性はあるかもしれませんよね。うん、だから、あの和解を条件に、ね、そのヒンマンの文章をね、あのー、申し出た。うんあのー 中止するっていうかちょっと日にちを先に伸ばすっていうことをお互いが、うん、しなければいけないので、まあ、お互いがそういうふうにしたっていうことじゃないのかなっていうことは考えられるよねやっぱねうん。やっぱりあの SEC もひ、ね、会社だって言ってあの公的機関だって言ってもね所詮は人がやってるね動かしているもののところだからさっていうふうにはまあ考えられるよね。う リップのが勝つ予定なんだけど、勝訴とかじゃなくて、若い、うん、っていう結果が出てくるかもしれませんよね。うん、若いっていうね、そうだよねって思いますね。はい、どうも、いつもありがとうございます。 はい。えー、続いて、ケンヒさん、いつもありがとうございます。えー、いつも楽しんでます。だいぶ昔の動画で、ある通貨がフェニックス通貨だと言い切ってる動画がありましたね。えー、今もその見解変わらないんでしょうか。えー、自分も当時よりそう信じてますが、何か変わったことがあれば、ぜひ教えていただきたいということで、ありましたね。そんな時ね。あったあった。あのコインが何なのかっていう話ね。うん。だいぶ熱高かったんだろうね。あの時はね。 うん、あの、言っちゃってたと思うね。自分の、自分の中でね。行っちゃってた。うん。あの、その世界へ。ね。うん。だから、あのー、まあ、だけど、まあ、エンターテイメントとしては面白かったかもしんないけどね。うん。あれを本気で信じて、何、その、 コインだと、ね、な何かがそのコインだというふうに自分が思っていてじゃあそこにねっってて思ってるね今ね今 <laughs> 当時はねあのまあそういうふうにね話してるけどまあそれについてはね私がだって自分のお金を、ね、何に投資するかなんて私の勝手だから、ね、どういうふうに考えて投資するかは私の勝手でしょうって思ってたね。<laughs> ねはい だからあの、変わったこともないですね。はい。いつもありがとう。はい。続いて、高橋さん、えー、ありがとうございます。えー、リップルと XRP は、えー、別物です。これに気づかないと危険です。はい。ということで、はい、えー、いつもありがとうございます。はい。えー、じゃあ、以上かな。うん。はい。ということで、本日なんですが、まあ、ビットコイン、えー、上の可能性が出てきているという話で、えー、今日の動画終わりにしたいと思います。はい。えー。 グッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ありがとうございました。